ライン川左岸線は、ドイツのケルンから、ライン川沿いのボーン、コブレンツ、ビンゲンを経由して、マインツへ至る鉄道路線である。ケルン、ラインマイン高速線開通以前のドイツ西部における、長距離旅客輸送の主要路線の一つであった。この路線は、対岸のライン川右岸線と共に、世界遺産に指定されたライン渓谷中流上部の地域を通過しており、ドイツで、 最も風光明媚な路線の一つとして知られている。ライン川左岸線は、総延長 185km の伏線路線で、1959年に、電化された。ドイツ西部の南北を結ぶ、主要幹線であり、ルール地方と南ドイツを結ぶインターシティが、高速新線開通以前は、毎時3本運行されるなど、旅客輸送の動脈として利用されていた。 ケルン・コブレンツ間とビンゲン・マインツ間では最高速度時速 160km での運行に対応しているが、蛇行するライン側に沿うコブレンツ・ビンゲン間は曲線区間が続き、急峻な地形も相まって拡張が困難であった。この区間は列車本数の増加とともにボトルネックとなり、拡張工事にも莫大な費用がかかることから、ケルンとフランクフルト・アムマインを結ぶケルン。 ラインマイン高速線の建設により、ボトルネックの解消が図られた。高速新線開通後は同線に最速の座を譲り、全線を直通する、インターシティの本数は減少したもののマイジン2本が、引き続き運行されている。地域輸送は、DB レギオが、エメリヒアムラインからケルン経由でコブレンツまでを結ぶ、レギオナルエクスプレスを、マイジ1本、私鉄のトランスレギオ車が全線で、 地域輸送列車を運行している。ケルンデマーゲン間では、ドイツ鉄道による普通列車も運行される。貨物列車の運行は、従来より対岸のライン側右岸線が中心であったが、左岸線での運行本数も、旅客列車の運用源に変わって増加している。現在のライン側左岸線は、3つの異なる鉄道会社が建設した区間により構成されている。 ボンケルン館は1844年2月15日にボンケルン鉄道会社により開業しケルン川のターミナルとしてダウンタウンの南にケルンザンクトパンタレオン駅が設置された1856年1月21日にはライン川沿いに南進しローランまで延長されている1857年1月1日にブストその路線がライン地方鉄道会社に継承され 1858年には、レマーゲン、アンダーナハを経由し、モーゼル川を渡った先のコブレンツまで到達した。1859年12月15日には、ケルン中央駅への乗り入れを果たし、同時にコブレンツマインツ間の警告区間が開通している。マインツ側は1859年10月17日に、 ヘッセルートビヒ鉄道のマインツとザールブリッケンの炭鉱を結ぶ路線の一部として開通しており、前述の渓谷区間の開通をもって、ケルン・マインツ間が全通した。ライン渓谷中流上部を通る、この路線はドイツで最も風光明媚な鉄道の一つとされており、観光路線としての性格も有している。ビンゲン・コブレンツ間の渓谷は2002年1月に、 ユネスコの世界文化遺産に指定された。左岸線の車窓からは、対岸の山々にそびえ立つ、古城群やローレライの岩山を、また狭い谷の斜面には、多くの森林やドウ畑を望むことができる。この路線には、IC 列車が、アイス列車を合わせて、1時間に1本以上通行する。ケルン・コブレンツ間の時刻表ドイツ鉄道の資料。ありがとうございます。